ンポン。あかりちゃんだと思った。残念、ゆかり先生でした。なんと前回予告した通りのタイトルで動画を投稿するという前代未聞の事件が発生しました。それが普通なんだよ。今回はヤクザをテーマに語っていこうかと思いますが、すげえ語りにくいテーマなんですが、先生がいるじゃないですか。はい、私はヤクザを骨の髄までしゃぶり尽くしたラクダ博士。しゃぶんな、怖えから。じゃあ先生から話題提供してくれると思ってええんやな。お任せある。不安や。では手始めにウィキペディアを。おいこら、何ウィキペディアに頼ろうとしてんねん。じゃあ行きます。こいつゴリ押しで乗り切る気か。読みます。エロ漫画と。待て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 、何読んでんだよ。エロ漫画とですけど。なんでそんな笑顔なの。ラクダはどこ行ったんやー。ここにいますけど。ここは、ここにいても困るんだよ。そういう話じゃねえ。じゃあそろそろタイトル回収しなきゃいけないので、あかりちゃんどうぞ。は？ラクダの鳴き声、あかりちゃんバージョンをどうぞ。絶対嫌や。芸人ならば。芸人ではねえよ。いつものあかりちゃんならば、ネタを振られてやらないという選択肢はないはず。く、悔しいな正論や。それにあかりちゃん可愛いから、変なことしてもいけるいける。絶対コメントで、あかりちゃんキャワイスフィーって言われること間違いなしです。せやるか。イエス！自信持って。そうか。なんか自信出てきたわ。やったるで。その息ですよ。あかりちゃんダメや。照れるやろ。では準備はいいですか。お、バッチコイや。行きますよ。せーの。具合は。